R-12 はアメリカ海軍の潜水艦 R 級潜水艦の一隻 R-12 は1918年3月28日にマサチューセッツ州クインシーのフォアリバーゾー船所で寄港した1919年8月15日にヘレン・マックによって命名浸水し1919年9月23日にボストンで 官庁会 J 官任注意の指揮下収益した。R-12 は3月11日にコネチカット州ニューロンドンに向けて出港し、5月末まで作戦活動に従事した。その後パナマ南方で活動を続け、6月末にパナマ運河を通過、7月にカリフォルニア州サンペドロに到着した。サンペドロで船隊番号 SS-89 が与えられ、 8月末に真珠湾に向けて出港した。1920年9月6日に到着し、ハワイ水域での活動に入る。その後、歳海岸及びジョンストン島沖での訓練を行い、1930年12月12日に東海岸に向けて出港。1931年2月9日にニューロンドンに到着した。 その後春まで、偵察部隊の駆逐艦船,船隊と共に訓練を行い、オーバーホールに続いて、潜水艦学校の訓練生の訓練を行う。R-12 は1932年9月27日に、ニューロンドンを出港し、ペンシルベニア州フィラデルフィアに向かい、1932年12月7日に、退役、他の R 級潜水艦と共に、予備役艦隊で保管された。 7年半後の1940年7月12日に R-12 は再収益する。完全収益のためニューロンドンに移動し、10月16日に完全収益すると12月10日にパナマに向けて出港、12月23日に到着する。パナマ運河近海の偵察任務を1941年10月まで続け、10月31日にニューロンドンに 帰還、続く3ヶ月間はニューイングランド沖で作戦活動に従事する。1942年2月に南方の紹介を開始し、翌年にはグアンタナモアン及びキーウェストで活動した。1943年3月から4月までニューロンドンに帰還し、5月にキーウェストに戻る。その後は潜水艦の折組員に対する訓練に従事した。 1943年6月12日の正午過ぎ、R-12 は、水雷訓練のため潜水警報を鳴らした。潜水の準備を終えたとともに、前方バッテリー室が氾濫し始める。衝突警報が鳴らされ、バッテリー室の氾濫が報告された。メインバラストのブローが命じられたが浸水の方が早く、約15秒で42名の乗組員と、 ブラジル海軍のオブザーバーを乗せたまま R-12 は沈没した。生還したのは艦長、士官1名、兵士3人のみであった。R-12 は1943年7月6日に除籍された。2011年の潜水調査で R-12 の残骸が発見されたが、沈没原因は未だに不明である。ありがとうございます。